でもタ,タオルさん、何をどう変えたらいいと思われますかなんか自民党の偉い政治家の人たちがなんか考えて号令を振ったぐらいで産業構造が変わったりするもんなん変えなきゃこの国にダメになる。いや、だからそれはか政治の問題じゃないんじゃないか違<う>気がするんです。変えなきゃこの国民はダメになるってことは、政治家も産業界も全部わかってる。ええ。いや、だけど政治家の人たちに変える力なんか何もないと思うんですよね。変えなきゃこの国にダメなんだよ。 えー、な、なので、た、また、あ、は。日本が潰れるのはいいと思っているかもしれないけど、<や>僕はいいと思わないから、変えなきゃだと思うい,い,ういや、た、多分厳しいんだと思うんですよ。そんなことない。変えなきゃダメってことは分かってるから、変えなきゃダメ変わらなきゃ変わらないって言ってるような、トートロジーみたいな世界で。誰もいないよ、ね、あいつは。いや、な、な、なんかできる範囲で、何をどうやればいいかっていうこ。こんなこと言ってるから、誰もい,いない。そんなこと言ってるから。いや,いや、<も>いなも。 でもやっぱり、なんか田原さんもそうだし、なんか政治家の人と話してても、偉い官僚の人と話してても、なんか具体的にやれることの範囲で何をやればいいかっていう、はっきりしたビジョンを持ってる人っていうのは、僕、会ったことが一度もないんですよ。あ,あなたがね、なんか数日前に、経産省の。ってわないのは悪いよ。あんたの知ら合いのはダメなの。いやぼ、僕の頭はダメなんですけど、他の人たちの頭も同じぐらいダメてて安倍晋三は 2, 2018年に日本の産業行動を抜本展開をすると言ったんだよ。ええ えー、だけど、それで何,何、何に投資するかっていうなんか新聞に載ってて、なんか跳ねてるように見える産業に投資するみたいなことを言い出すっていうのが、あんた、安倍新聞に話聞いたか。いや、まだ聞いてないです。聞いてなくてもいけど、あんまりい。いやだ、別に安倍さんだけのことじゃないですよ。だなんか僕はなんかどっちかっていうと、ちょっとダメな、だダメなシナリオっていうのが、ちょっと95%ぐらいの確率で起きるってことを前提として、まあそれはダメなシナリオの時に、日本人が。ね ええ、要するに、中曽根が総理大臣のときは、ジャパンナンバーワンだったんだよ。ね、ええ、それがアメリカに無理なんだよ、潰されたの。アメリカは潰されて、それが復活できないというんだよ。そうかもしれないです、ね、だだだ,だ政治の側の問題があるとすると、その大国の外圧みたいなのに屈するしかないっていう側の方が問題で、政治が産業を作り出すことっていうのは、そんな簡単にぶできないと思うんですよ。できるの やんなきゃ組みダメなんななだからなんか与党か野党かとかっていうよりも世代交代が重要なんじゃないかってい気がして自民党の若手の勉強もやってるええー、いやでなんかやっぱりその偉いおじさんおじいちゃんたちがこうすごい元気じゃないですか,かおじいさんじゃなくて若い連中だけ20年30年やるのはその若い連中だから、えー、会話はしっかりやんないと国がだめになる 僕が50だから、ええ、だけど、でもやっぱりなんかさっきから、ええ、だけど、だけど、そうは言っても、なんかこの国の戦略がどうこうみたいな、さっきみたいな話をすると、出てくるメンツっていうと、まあ基本若くても60代みたいな感じで、なぜか竹中平蔵さんとかが若手に見えるみたいな状態じゃないですか。で、なんかこの状態をもうここにもう25年ぐらい同じようなメンツでずっとやり続けてきてるわけですよね。で、だからなんか、もう定年制みたいのを、 会社っていうよりも、日本社会全体に導入するしかないんじゃないかっていう気がちょっとしてて、その先陣を切って、タウラさんから引退されるみたいな戦略とかってのはないんですかね。そういう説もあると思う。あれじゃあ、ちょっと今日引退宣言とかなされたりしますか日本に活力を取り戻すために。野党の若い連人は、タウラさん頑張ってくれと言ってるから。 いやでもちょっともう立憲民主党のちょっと若手とかっていうそのちっちゃい話じゃなくて。うーん、まあ僕はなんか個別の政策がどうこっていうより、まあやっぱりなんかちょっと人間とか世代の新陳代謝が重要なんじゃないかなと思っていて、まあできればその タオラさんが朝まで生テレビの司会の座をひろゆきさんに譲り渡すいやいやや答えが起きたらこれはすごいっていうことになって日本人が聞き始めたりするんじゃないかなっていう気がすごくしてるんですでも日本だと結局スタートアップとかってなんか誤差の範囲内みたいな存在じゃないですか。どどんんん増えて でも増えてるって、昔に比べれば増えてると思いますけど、なんか日本経済全体から見たら、ほとんど誤差みたいなものだと思うんですよ。飲んないで、日本経済の中見ば、ね、大企業なんていうのは15、15%しかない、15%。85%はみんな中小企業だよ、えーでもでも。でもそれは古い中小企業とか零細企業が強いからですよね。新しく始まったスタートアップが日本経済を支えてるわけでは全くないっていうことだと思うんですよ。 なので、例えばアメリカとか中国みたいな企業とかか経済を見たら。いやベンチャービースを作りたどんどん増えてるって言って。いええ、いや、だけど、そ,それ他の国を見たら、一番大きな企業のトップ10のうち半分以上が過去25年間にできた会社みたいなのが、ごくごく普通に日本の外では生まれてるわけですよね。だけど、この国だと全くなわけじゃないですか。それは、なので、経済だけじゃ、経済でも政治でも、えー メディアでも結局若い世代がすごい弱いっていうことなのかなっていうふうに僕すごい感じちゃってるんですけどんそんなことないよ20年後作るのは若い世代だから若い世代がしっかりしないとこの件はダメになる、えー、だけど若い世代もういないっていう問題に直面して、ね、たろ見てないんだよいやいや超マイノリティじゃないですか 僕とかでさえ、全然違う僕みたいな30代の人間とかでさえ、日本社会だとなんかすごい若者っぽい雰囲気が出ちゃうような状態なので、もうだめなのかなって、<laughs> 悲しい気分になるって感じあ,あ,あなたは日本がだめなのかな、な嬉しいんだろうけど、僕はそれ、こういうふうよくしたいと思ってるから。でもでも若い人に政治家になってもらいたいんなら、やっぱり年取ってる政治家をいながいなくなるようにすればいいわけだから。 なんか、田原さんとかが仲がいい、すごい偉,偉い政治家の人たちと一緒にみんなで引退するとかいう人ね僕は辞めないかぎ、ね、り、年寄りの政治家辞めないってわけね。ええ、なので、田原さんがあの自分は引退すると。だから、お前らも一緒に引退しろって、自民党の重鎮たちに、あの公開の場で問いかけるとか、やったら、すごいインパクトあるんじゃないかな全然インパクトないと思う。 絶対ありますいやいや、なんかすごいあの、日本のことを思ってるのはわかるんですけど、なんか思ってるだけで、そこで具体的に何をやってどう変わるのかっていうのがどうしても伝わってこないなと。具体的にやってるって言うんだから。安倍内閣の時きに、2 0 1年に日本の産業構造を抜本的開をしようとやったんだよ。えー、今、だから岸田さんで、ね、やろうとせんだよ。 じゃ、ちょっとその成果が。僕が死ぬまでの間に見れるのを楽しみにしております。はい、田原さん。成田さんが、もし過去に戻れるなら、何歳の時。何をやってた時が、一番楽しかったですか。って今が一番楽しい。おお<う>。今が一番楽しい。それは、今日の会から、すごく伝わってきました。<laughs> <laughs> <laughs> な、なぜですか、それは。いや、この国を入ろうと思って。<laughs> き、はい、今日はあのすごい長時間にわたって、ありがとうございました、えー、若者に活躍してほしいがあ、席を譲る気はない高齢者層の代表して、フリージャーナリストの田原総一郎さんにお越しいただきました田原さん <laughs> 本当にありがとうございました。<う>